2013年の5月の12日、現在私は国道254号をですね、内山峠、群馬県から長野県に向かって走っています。でちょうどこの辺りからですね、坂が勾配がきつくなってきまして、今日はですね、この内山峠をこれからですね、峠を登りきるまでずっとカメラを回していようと思います。今ね、新緑がですね、とても綺麗なんですね。この杉の木、濃い緑と若葉が芽吹いたばかりのね、木々の若芽と若葉ですね、の対比が本当にとても綺麗です。で今ちょこっと映ったんですけれども、このね、緑のコントラストが綺麗ですね。で今藤の花がね、すっごくこれ満開なんですね。いろんなところでね、藤の花が満開です。何の話してましたっけ。あ、そうです、この今ちょうど正面に見えてる、まだ新緑が芽吹いてないこの、今ちょうど手前の山に隠れてしまってますけど、新緑が芽吹いてない山がおそらく荒船山というね、山じゃないのかなと思います。この佐久方面向かってね、今現在私は走っています。ここにはですね、荒船の湯という、ね、温泉がありましたね。新東平橋ですか。この山がね、なんともこのなんか新緑とこの杉の深い緑のこのなんか、なんていうんですかね、このこれがなんか滑稽というか美しいというか、なんとも言えないんですね、これね、このなんかこの新緑のね、色のコントラストの違いが、なんかここにはなんか水門があります。私ね、こういう構造物なんかもね、とても好きなんですね。時間があればウォッチングしていきたいところですね。こういう砂防ダムとか擁壁とかね。現在、柵まで24キロです。後ろはこの遅いトラクターが、トレーラートラックですので、ゆっくりと私も後続車に煽られることなく、ドライブを楽しむことが、できます。で、まあ運転しながらですから、画面を見てませんから、ちょっと画面と景色がね、途絶えることがあるかもしれません、乖離することがあるかもしれません。これはですね、どうもスノーシェットですね。あ、スノーシェットとかロックシェット。小助沢橋という橋です。この辺りからですね、坂がね、登るんですね。あ、ただちょっと後ろのトラックがやっぱり速いみたいなので、どこかでね、道を譲りたいなと思います。
ここで P がありましたので、一旦回避します。このトラックがですね、さっき藤の花がですね、綺麗なんです。これが藤の葉っぱですね。ちょっとバックして、今ここをね、私登ってきました。高梨橋という橋ですね。で、今ねどういうところを走ってるかというと、これからねこういう道を走るんです。こういうくにゃくにゃの、すごいでしょこれ。今この矢印がね上から来てますけれども、ここをね走っていくんですね。一気に登ります、峠道を。こういう風景も好きですね。これが、この上にそびえ立つのは荒船山です。今ちょっと見えました。ちょっと後ろから観光バスが来ましたので、それをやり過ごします。車がいないのを確認して、位置で来ました。これをやり過ごしてから出発。今トンネルです。トンネル内をちょっとナビを映します。今こうやって走ってきたんですね。この赤い矢印が今私が走っているところです。でこれからですね、こういうグニュン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 というねカーブを高らかに登っていきます。通ることは何回もあったんですけれども、この午前中にこの光が当たる巡光の状態で、空気も澄ん で撮影条件も良くて、車も後ろにもいなくて、これだけの条件のいい条件でねドライブできるのは初めてです。ゲートがありますね。これおそらく気象条件が悪いと、視力はねとても綺麗ですね。本当はカメラを出して撮影すれば窓の反射がないと思うんですけども、でこの橋がずっとトンネルを越えてねこっちへ出るんですね。映ってるかどうか分かりませんけども、ぐーっとねトンネルの一号洞門と書いてありますね。ここ
号鉢で、これが先ほど通ってきた道がね、これです。私ね、こういうの好きなんですね、結構。これがですね、皆さん見てください。これ荒船山といって面白い形ですよね。すごい、なんか巨岩がね。で、上の方はまだ新緑がこれからです。新緑がこれからっていうか、まだ不毛の感じです。冬です。で、またここのね、道を通ります。で、今通ってきた道がこの橋です。ちょっと見えた橋です。前方注意、後方にもトラックが迫ってますから、どっかでね、また追い越せるところでやり過ごしたいと思うんですが、今ここで止まりたかったんですけど、出る時の見通しが悪いので止まりませんでした。前から車がいなければここで抜かせます。さあ、再び出発。今まで走ってきた道がですね、ちょっと新緑がね、今これぐらいの傾斜です。高らかにね、登ってきてます。がね、なくなってきましたね。八号橋という橋です。だいぶ来ましたね。これが九号橋です。この辺になると十号橋、あ、こんな名前が小さいんですね。だいぶ高いです。高く登ってきました。さっきまで走ってきた道が見えます。11号橋です。ちょっと降りて撮影したい感じですね。あー、もう荒船山がね、近くなってきましたね。この辺でもうヘアピンのね、カーブは過ぎました。あとここから直線が続いて、何ですか、トンネルをくぐると下仁田峠、下仁田峠というところへ行きます。標高がですね、800m、だいぶ登ってきましたね。これがおそらく最後のね、ヘアピンカーブ、急なカーブです。で、これを越えるとですね、トンネルを、長いトンネルが一つあるんですが、それが内山トンネル、この峠の最後のトンネルです。で、これを越えると、佐久の大地へと
すごいですね。佐久の大地へとね、あの入ってるの、Pとありますから、どこかに駐車場があるんですかね。ちょっと泊まりたいです。これがあの内山トンネルですね。ちょっとあの P へ入ってどこかあの見晴らしのいい景色がないかどうかちょっと見てみます。一旦画像切ります。